皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はですね、トレーニングを始めたての初心者の方がトレーニングメニューを考えるときに気をつけてほしいことを5つお話をしていきたいなと思います。まあ私がですね、ずっとトレーニングをやってきたりとか、トレーナーとしていろいろなお客さんを指導させていただいたりした中で、こういうことに気をつけてトレーニングを考えていただいたり、トレーニングを進めていただけると、より効率よくですね、ボディメイクだったら体を変えていける、パフォーマンスアップとか筋力アップでしたら記録を伸ばしていけるではないかなというふうに思ったことをですね、5つお話しさせていただきますので、参考にしていただければなと思います。では1つ目なんですけども、なるべくトレーニング内容はシンプルにしましょうというお話です。どういうトレーニングしたらいいんだろうなと思う方は、だいたいですね、今の時代 YouTube を見ていろんな動画を検索すると思うんですね。そうすると、まあいろんな動画が出てきます。正しいことを教えてくれてる動画も今はすごいたくさんあるんですけども、実はその内容が初心者のあなたにとってで本当に最適かどうかっていうのはまたちょっと話が違うわけなんですよね。例えばもう筋トレ YouTuber の〇〇さんがやってるトレーニング内容っていうのは、実は上級者向けの内容かもしれないですし、ボディービルですごい成績を残している〇〇さんのトレーニング内容っていうのは、ずっと何十年もトレーニングやってきてたどり着いた超上級者向けの〇〇さんに特化したトレーニング内容である可能性が非常に高いわけなんです。で、参考にする分にはいいんですけども、上級者の方がやっている進めているトレーニング内容をそのままですね、全部真似すると、実はですね、効率が悪かったりするので、なるべくですね、トレーニング内容はシンプルにしていただきたいっていうのが、初心者の方が効率よく体を変えていくコツになります。具体的に言うと、ビッグ3と言われる種目、スクワット、ベンチプレス、デッドリフト、この3種目を中心にフリーウェイトのトレーニングをやっていただくのが一番ですね、効率よく体を変えていきます。まあビッグ3、この3種目だけではちょっとね、物足りない部分もあるので、それに加えてですね、懸垂できない方はラットプルダウンでもいいです。ショルダープレス、できれば立位でのバーベルプレス、ミリタリープレスと言いますけども、ができるぐらいの柔軟性、筋力が欲しいです。まあ、無理な場合はベンチに座ってダンベルのショルダープレスとか、マシンでのショルダープレスでもまあいいでしょう。とローイング系の種目、バーベルのベントオーバーローができたら一番いいですね。それがちょっと難しいっていう方は、ケーブルを使ったシーテッドローとか、マシンでのローイングなんかでもいいんじゃないかなと。それに加えてレッグカール、この7種目を基本にトレーニングをやり込んでいただくと、効率よく体を変えていけますし、本当に基本的なトレーニングなので、〇〇さんのトレーニングに比べたらちょっとね、地味でつまらなく感じるかもしれないんですけども、実は初心者の方が効率よく体を変えていくためには、こういったね、基本的な種目をやり込むことっていうのが近道になりますので、なるべくトレーニング内容はシンプルに、こういった基本的な種目に絞ってやるようにしていただくといいんではないかなと思います。2つ目なんですけども、1つ目とねちょっと重なる部分もあるんですけども、コンパウンド種目中心にトレーニングをしてくださいということですね。コンパウンド種目というのは、多関節種目とも言いまして、1つの動作で2つ以上の関節が動くトレーニングのことを言います。逆にですね、動作中に1つの関節しか動かないトレーニングことをアイソレーション種目、単関節種目というふうに言ったりします。例えばアームカールなんかは肘の関節しか動かないので単関節種目、アイソレーション種目です。足のトレーニングでいくと、レッグエクステンションは膝の関節しか動かないのでアイソレーション種目、単関節種目です。スクワットは膝の関節と股関節が動くので多関節種目、コンパウンド種目になります。ベンチプレスも肩の関節と肘の関節が動くのでコンパウンド種目というような形で、2つ以上の関節が1つの動作で動かせるコンパウンド種目っていうのを中心にトレーニングをしていただくのがいいと思います。先ほどお話しした7つの種目のうち、コンパウンド種目はスクワット、ベンチプレス、デッドリフト、懸垂またはラットプルダウン、ショルダープレス、ベントオーバーロー、
この6種目ほとんどコンパウンド種目なんですね。レッグカールだけはアイソレーション種目になるんですけども、これはなぜ基本の種目にアイソレーション種目であるレッグカールを入れているのかといいますと、実はねももの裏側の筋肉ハムストリングっていうのはなかなかですねコンパウンド種目で鍛えづらい部分でもあります。特に初心者の方は鍛えづらいんですよね。スクワットとかデッドリフトで鍛えられる筋肉ではあるんですけども、それだけだとちょっとね刺激が足りなくなってしまう可能性があるので、あえて補助としてねアイソレーション種目であるレッグカールを入れています。こんな形でですねコンパウンド種目をまずは中心に据えてですね、それで足りない部分を補うためにあくまで補助としてアイソレーション種目を入れていく。例えば力こぶの筋肉つけたいとか腕を太くしたいからこれに加えてアームカールもやってみようとかですね、ちょっと肩つけたいからサイドレイズやってみようとかですね、そういった形であくまで中心はコンパウンド種目に据えていただくというふうに考えてください。上級者のトレーニングなんかを見るとやはりですね細かいところの筋肉の形を変えていくためにアイソレーション種目が多めになっている方っていうのもたくさんいらっしゃいます。そういうトレーニングを真似してしまうとなかなか効率よく体を変えていくことがですね初心者の方はできなかったりするので、あくまでも初心者のうちはコンパウンド種目を中心にトレーニングをしていただくということを心がけていただければなと思います。3つ目はですねマックス重量よりもボリュームを優先して鍛えていただきたいということですね。よくですねトレーニングしてる人の間だとベンチプレス何キロ上がるとかね言ったりするんで、結構ですねマックスで何キロ自分が上げられるのかっていうのを結構気にする方多いと思うんですよ。例えばねベンチプレスなんかだと毎回毎回マックス何キロ上がるか挑戦してしまう方とかねたまにいらっしゃったりするんですけども、あんまり重たすぎる重量でトレーニングをやっているとトレーニングのテクニックが上昇しないんですね。上手くなっていってくれないんですよね。想像したらわかると思うんですけど、上がるかどうかわかんないような重量で技術のことなんか考えられないじゃないですか。フォームはここを意識しようとかここの筋肉意識しようとか考える余裕もないですよね。そういうマックスで何キロ上がるかっていうところばっかり追い求めてしまうとフォームにね悪い癖がついてしまったりして怪我しやすくなったりとか、ある一定のラインからピタッとですね記録が伸びなくなってしまったりするんですね。初心者のうちは何キロマックスで上げられるかっていうのは、まあ、気になるとは思うんですけども、そこをぐっとこらえてセット数とか1セットで上げる回数っていうところにしっかり着目をしていただいてトレーニングをしていただくようにしてください。まあ目安としては1種目ですね6回から15回ぐらいの範囲で3セットというのを目安にしてみてください。例えば6回3セットできたら次回は8回3セットやってみるとかで、8回3セットできたら重量を1段上げて6回3セット目標にやってみるとかですね、回数増やしたいなっていう時は12回3セット目標でやってみてできたら1段上げて8回3セットとか10回3セットになると、でそこからまた回数を伸ばしていって12回3セットできるまで頑張るみたいな感じでですね、ある程度のセット数と回数を稼いであげることで、まあ、1回あたりの負荷は下がってくるんで、それぐらいの負荷でやるとしっかりフォームを意識しやすくなって、正しいフォームっていうのを身につけやすくなるんですね。正しいフォームが身につくとそれだけ継続してですね筋肉量を伸ばしやすくなりますし、何よりですね怪我をしにくくなります。一番ですね継続して成長するっていうことを妨げる要因になるのは怪我なので、怪我をしないようにずっとトレーニングを続けるっていうことはね思ってる以上に大切なことです。その怪我のリスクを下げるという意味でですねマックスの重量ばっかり追い求めるのではなくて、セット数とか1セットあたりの回数というところもしっかり意識をしてトレーニングをしていきましょうということはお伝えしていきたいなと思います。でセットの重量が伸びていけばおのずとですねマックス重量も伸びていくんで、そこまで気にする必要はないです。マックスにねチャレンジし続けないとマックスの重量が伸びないなんてことはありませんので、そこは安心してください。4つ目なんですけども、人と競争をしないっていうことですね。まあ今ねツイッターとかインスタグラムとかね、まあ YouTube もいろんな方がこう動画を投稿してたりして SNS ものすごい流行ってますよね。そういう SNS とか YouTube みたいなところってまあすごい人がいっぱいいるわけですよね。ベンチプレスだけでも200キロ上げちゃうとか、スクワット300キロ上げますとかですね、デッドリフトも300キロで何回も上げちゃいますみたいなね、
本当にすごい人がいっぱいいるわけなんですよね。そういう人たちを見てると、なんかね、自分がもう全然大したことないように思えてきて、もっと上げなきゃ上げなきゃ、もっとトレーニングしなきゃっていう風に焦ってしまう気持ちっていうのがどうしても出てきてしまうんです。で、そうすると無理して重たい重量を扱ってしまったりとか、フォームが崩れてしまったりして怪我をしてしまうとか、理想と現実のギャップでね、モチベーションがなくなってしまってトレーニングを続けられなくなってしまうみたいなことがね、やっぱり起きてしまいます。筋トレっていうのは本来ですね、自分との戦いなんですね。戦うべきは昨日の自分、昨日よりも少しでも多くやるとか、例えば1ヶ月前の自分よりも1キロでも重たい重量でトレーニングするとかですね、昔の自分と比べる、昔の自分と勝負をするっていう意識を常に持っていただいて、他人と比べないっていうことですね。他人のね、トレーニングを見て、あ、この人こんだけすごいトレーニングしてるんだ、自分も頑張ろうっていう風にモチベーションにしてくれる分には全然構わないんですけども、そこに張り合ってですね、俺ももっとこれぐらいやんなきゃいけないんだとか、これぐらいできるんだみたいな形でですね、無茶だけはしないようにしてください。あくまでも自分との戦い、前よりも少しでも成長してるかどうかっていうところで見ていただけると、よりですね、怪我なく長期間ですね、楽しくトレーニングを続けることができるんじゃないかなと。そして最後5つ目なんですけども、トレーニングの勉強を頑張ってしてください。闇雲にですね、やってればやっただけ筋肉がつく、パフォーマンスが上がるというものでは実はトレーニングはありません。先ほどまあ私が説明した基本のね、7種目とかも、実はなんでその種目が基本になるのかっていう確かな理由があったりします。で、その理由の元になるのはやはりですね、解剖学、人間の体がどう動くのかっていう理論ですとか、筋肥大に関して、こういう研究があってこういう結果が出たと、それに基づいて考えると、こういうトレーニングをするのが効果的かもしれないっていうような、データが、今いろいろあってですね、ネットで検索するだけでもかなりの情報を得ることができますし、ボディービルとかパワーリフティングコーチなんかもいたりします。そういう方に教えてもらったりするのもいいでしょうし、そういう方が発信している SNS とか書籍とか、そういうものを見てみるのもいいと思います。とにかくトレーニングに必要な情報をしっかり、ね、常に集めて勉強するっていうことを忘れないようにしていただきたいなと思います。知識がつけばつくほどトレーニングっていうのも効率よく進められるようになりますし、モチベーションも上がるかなと思いますので、勉強は常にしていただけるといいんではないかなと思います。ただし、見た情報をそのまま鵜呑みにするっていうのもものすごい危険なことなので、常にですね、これは正しい情報なのか、正しくても私自身に対して最適な情報なのかっていうところは常に疑いながら情報を集めるようにしてください。今のね、時代、情報がものすごいたくさんあるんで、正しい情報もたくさんあるんですけども、中にはですね、残念ながらまだまだ間違った情報もたくさんあるわけなんですよね。で、そういった情報を見て、でもなんかこの人すごいトレーナー、すごいフォロワー数たくさんいるし、この人は言ってることなんだから、おそらく合ってるだろうと思ってやってたら、実は間違ってました、で怪我しちゃいましたっていうことにもなりかねないですし、仮に正しいことを言っていたとしても、それが例えば超上級者向けの内容であって、実は初心者がそれをそのまま真似をしたら効率が悪いですとか、負荷が強すぎて怪我をしてしまうので、初心者の方は実はやらない方がいい内容だったりとかっていうこともあったりするわけなんですよね。なので、情報を集めると同時に、この情報の中からどれを採用してやればいいのかっていうことも常に考えながらですね、トレーニングの内容っていうのを考えていただけると、より効率よくですね、体を変えていけるんではないかなと思います。今回はですね、初心者の方がトレーニングのメニューを考えるときに意識していただきたい5つのことについてご説明をさせていただきました。内容はシンプルにしていただく、コンパウンド種目を中心としたトレーニングをしていただく、マックス重量よりもボリューム重視、他人と競争をしない、トレーニングの勉強をするということですね。これらを意識していただくことで、より効率よくね、怪我なく長い間トレーニングを楽しんでいただけるんではないかなというふうに考えていますので、ぜひ参考にしてください。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。